さあ FM やのさとからお送りしているミュージック専門プログラムようちゃんの土曜はガッツン、今日もなんか勝手に来ちゃったよ。ちょっと勝手に来てないですから。そうなの。はい、ケイチこと上西ケイです。椅子を一つしか僕の分しか用意してなかったもんだから。ごめんね、立ちで出してくださいよ。座らせてくださいよ。ラジオ立ちでやんの。どうだったっけ、前も来たんだっけ、はい、ね、前も勝手に来た感じのあれだったっけ。いやいや、呼ばれて結構4回か3回ぐらいは来てますよ。そんなに来たの、はい、じゃあ今日は一応、お久しぶりぶりブリトニー・スピアーズー。ブリトニーが来てくれたよ。ブリトニー違います、ケイチ。あ、ケイチが来てくれたよ。NMB48 のジョニスさんを交えての8時間30分一体どうなることやら。よーちゃんの土曜はガッツン、今週もお楽しみに。この番組はよーちゃんドーム大阪、野球場の平方よーちゃんパーク、遊園地天保山、よーちゃん水族館、ユニバーサルスタジオよーちゃんほか、よーちゃんグループ各社の提供でお送りします。全部持ってる。さあ、改めまして、今日のゲストは NMB48 のジョニスさんです。はい、よろしくお願いします。はい、お久しぶりですね。そうですね、そう、このラジオは人気なんでね。そうだね。そうだね。いやいやいやとか言え。本当にそうだよ、もうね、回線がもうね、パンクしちゃってね。そうなんですか。チャンネル合わせても聞けない時あるからね。確かに、あんま聞いたら弱い。全然聞けない時あるんだよ、本当に弱い。うん、すごい伏せあたりでもう弱いかな。じゃあもう弱い。そこやないか、早矢の坂の伏せ。で、ジョニーさんは何しに来たの。いや、今日は実は、はい、あの NMB48 のドキュメンタリー映画道頓堀を泣かせてくれの宣伝にやってきました。黙れ黙れ。なんで、間違えた。ごめんごめん、ちょっと黙れ黙れ、宣伝してないのに。まだ宣伝で来たんですね。はい、そうです。あ、そうなの。毎回宣伝でしか来てくれないね。まあ、なんか今日お弁当作ってきましたみたいな感じで来てもいいんだよ。まあまあ、どんな映画なのでしょうかね。それではここでジョニスさんに30秒時間をあげますので、はい、時間の限り映画を宣伝してください。では、ね、では行きましょう、チェックラー。はい、私はもう実は2回見たんですよ、自分で。でもなんか自分たちの映画なんですけど、普通にもう感動しちゃって、そのフューチャーされてたメンバーのファンになっちゃうぐらいいい映画で、しかもNMB48 を全く知らない監督が作ってくれたので、どんな方でも NMB48 に興味ない方でも、まあちょっと好きになってもらえるんじゃないかなと思うので見てくださいね。よろしくお願いしまーす。おい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 、また余らしてちょっと。あ、ちょうどでしたでしょ。目立つな目立つな。余ったとしてもええやん。てめえも、てめえ、ジョニスさんも。てめえ言うてる。てめえ、ひどい。ごめんね、はい、出てるの。あ、そうですね、出てます、うん、一応。どんな感じで、ワイプで出たりとか。何、さすがにワイプはないですけど。あ、ワイプないの。その、少しインタビューしてもらったりとか、うんうんうん、私のファンの方も出てますね。あ、なるほど、はい、そのジョーニスさんは普段どうだとかいうのをファンの人が語ったりとか。そう、なんか握手会の感想を語ってくださって。なるほどね、はい、このラジオのこのね、今のこの生放送のこの感じも出たりしてるのかな。これは出ないですね。出へん、全く出ないです。ここのスポンサーもなったような気がしたけどな。お前、何でもスポンサーになったらええわけちゃう。なってませんから。あ、そうだったっけ、はい、あ、そうか、出てなかったっけ。はい、あ、そう、勘違いです、勘違い。はい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 。はいはい、出てなかったよ、勘違い勘違い。はいはい、怖い、はい、映画の一番の見どころはどうかな、カナカナ、カナ遣い、カタカナ、カタカナ、カナ遣い、カナ遣い、カタカナのカナ遣い、あの、クエアイマックスのシーンなんですけど、はいはい、私が道頓堀の真ん中で、うん、M 字開脚をするシーンです。いいじゃない、うん、ポロリもありますね。あ、いいじゃない。嘘ついてるやん。、うん、アンケートでも、うん、このシーンが一番良かったと言われています。確かにね、いいかもしれないね、はい、でしょ。それはでも普段からそうなの。今もなんかポロリの M 字開脚だけども。そんな格好や。ふざけないでください。服着てますから、普通に座ってるし。はいはい、じゃあ早速。ひどい。映画の取材かかけちゃうよ。どんな話だよ。かけちゃうよ、かけちゃうよ。おうよ、おうよ、おうよと3の交差点。いや、もうね、1から適当に言うといたらええか知らんけど。では、ジョイさん、はい、曲紹介よろしく。それでは、今日の1曲目です。
たくさんの方に見ていただけますように、NMB48 で道頓堀を泣かせてくれ。道頓堀、涙色の川、だだ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